はい、皆さんこんにちは、石倉ノアです。こんにちは、島袋彩奈です。先日ね、はい、宮古島で結婚式を挙げましたけども、挙式をね、はい、挙式をね、よかったね、うん、ちょっと念願の、うん、ね、うん、何年ぶり ?1 年ぶりかな、うん、2年ぶりじゃない2年ぶりか、いろいろ計画してから子供が生まれたりとかね、いろいろ状況が変わりましたけど、無事挙式を挙げることができました。はい、そのご報告、はい、ご報告とともに動画もね、出来上がりまして、まだ僕たちも見てないんですけど、うん、すごいドキドキ、ちょっと今もう目の前にね、うん、編集し終わった動画があるので、うん、ぜひ皆さんと一緒にね、はい、見ていけたらと思います、はい、皆さんもぜひ楽しんでください。綺麗だね。はあ、やっと迎えられてるね。なんか緊張するわ。うん、ノアさん、あなたはお嬢さんと結婚し、ハミサルミステがあって夫婦にあなたしています。あなたは不足悪の時も、病む時も、豊かな時も、貧しい時も、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命の限り、心から節操を守ることを誓いますか。はい、誓います。アーメン。セイナさん、あなたは男性と結婚し、神様に従って夫婦になるとしています。あなたは注ぎ役の時も、病む時も、豊かな時も、貧しい時も、これを愛し、これを敬い、流さぬこの助け、その命の限り、心から節操を守ることを誓います。はい、誓います。アーメン。私はこの指輪を、この指輪を誓いの印として、誓いの印として永遠の愛と、永遠の愛と真心込めて、真心込めてあなたに贈ります。あなたに贈ります。あなたに贈ります。いや、よかったね。よかったね。すごいね。てか、アラマンタチャペルすっごい綺麗だった。綺麗だった。ね、海のバックにね。やっぱ、ロケーション大事やね。うん、大事大事、うん。やる場所もそうだし、うん、チャペルも、アラマンタチャペルね。チャペルの選び方もそうだし。うん、いい思い出になったね。いい思い出だったね。感謝、ね。3分ぐらいの動画ですか。4分、3、4分ぐらいですね。ギュッて。ギュッてね。全部入り込んでた、ね。そうだね。準備の段階からね。確かに、確かに。うん、楽しかったな。なんか鮮明に思い出した。うん。セイナの母親ががっつりつくね。一人だけ。なんか映りすぎじゃないかなと思ったけど。なんか、うん、すごい感動した。また思い出した。うん、そうだね。あの瞬間をね。あの瞬間を。
あ、次はパーティー編か、うん、そうだね、パーティー編をね、うん、ちょっと見ていこうと思うんですけど、パーティーも良かったよね、記憶、うん、あ、そっか、うん、俺もうあんま撮られてる記憶ないわ、うん、完全にこの楽しんじゃってたからちょっとあんまり意識してなかったけど、大丈夫かな釣りっていうのが心配ビール持ってくるとすげえ心配してたもん、すごい早い、飲みすぎ、はい、楽しかったか、まあ、ちょっとね、はい、楽しいパーティーなので、うん、ぜひ見てみてください、はい、ぜひです。Holding on through all the years, looking back brings me to tears. Oh, I wanna see this through. All I know is how I feel, and all I want is what is real. Oh, I'm gonna stand by you.これより夫婦としての道を歩んでいける喜びとともに責任の重さに身が引き締まる思いでございます。このような良き日を迎えられましたのは一重に皆様のおかげでございます。行き届かない点もあるかと存じますが、どうぞ楽しい時間をお過ごしいただければ幸いです。では皆さん乾杯、乾杯、乾杯。笑いの絶えない家庭を育みますので、今後ともよろしくお願いいたします。お母さん、よく尊敬している人は誰ですかって質問されるんですが、私は母ですと答えてます。優しくて可愛い妹たちの姉として産んでくれてありがとう。お母さん、これからもたくさん親孝行したいので長生きしてください。お母さんが元気にいてくれるだけで私は幸せです。ノアと温かく笑いの絶えない家庭を築いていきます。The two of you share here today, here with your families, your friends, and your loved ones. In its essence, be captured, comfort, guide, and protect you as you go in peace. Now go forth and spread beauty and light. Congratulations. Sun and sets, evening's gray.
かったね。パチ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 。すごい。ちょっとうるっとしたわ。うん、私も。とか映像で見たらまた違うね。そうだね。よかった。でもやっぱカッティ会場よかったね。そうだね。好きじゃなかった。セイナの言ってた理想というかそのイメージとそのままだよね。そのまま再現してくださって本当によかったし、ね、あとお料理も美味しかった。美味しかった、確かに。めちゃくちゃ美味しかった。私結婚式ってさ、まあぶっちゃけ言ったら、美味しいってあんまり思ったことないんだけど、そうめちゃめちゃ美味しかった。まあ自分たちが計画して。でやったんだけど、まあまあまあね、懐かしいなぁ、よかったなぁ、よかったね。なんか見てる間に2個ぐらい言いたいことあったけど飛んじゃったもん、最後の夕日見て、ね、すごいよかったよね。もうなんかこんなさ結婚式なら私は何度でもあげたい。毎月でしょ。毎月ってか、ほら5年とか10年たって、はいはいはい、10年後もう1回とかさ、あでもいるんじゃないそういうのも、やりたいのよ、ね、そういうの場所を変えてとか、ハワイ、今度はハワイとか、確かに京都とか、なんか、長野とか、そういうなんか思い出の地を巡って結婚式をあげたいなっていうのがちょっと理想かもしれない。なんか結婚式じゃなくてもちょっと披露宴みたいなね、パーティーみたいなね。それもそうだけど、どう思う？あ、そうね、確かにすごくいいと思います。今度はどこでやろうか。あの名前が出てこないんですよね。これですね。あ、そうです、そうです。パンパス、パンパス、パンパスグラス。そうそう、この私パンパスグラスがさ好きでさ、このだこのなんで笑うの、なんで笑うの。いいね、いいでしょ。好きでしょ。聞いて2秒ぐらいにそうしれっと始めるし。そうそう、好きなのよ。いいよ。でほらこのちょっとベージュ系でまとめてるじゃん。そう、それもなんかさ、なんか色味があんまりこう鮮やかじゃない方がいいみたいな話してたもんね。私のね、好みとして、そうこういうイメージで、そうよ、パンパスグラスすごい好きなの。そうだね。そう、意外とこれみんな知ってるけど、名前知ってる人いないと思う。いや多分ね、これ真似したいって言ってくれる方はいると思う。まあ俺もそうだと思う。俺の結婚式のイメージってもうちょっとなんかお花、普通のなんていうの、色鮮やかなお花でやる人が多いイメージだけど、白とかさ、なんかこのガーデン系のやつって意外と海外では流行ってんのかな。なんかたまによく見るよね、見る。ガーデンっぽい感じ。ゲップはするわ、おならはするわ。なんかこのフォトツアーにいろんな候補があったやん。赤瓦の沖縄の伝統的なさ、お家の前とかでも撮影したのすごいさ、雰囲気良かったよね。あれすごい綺麗だったね。ね、芝生もさ、あーってさ。あれはこだわって撮りたいって言ってたからね、俺たちが。昔っぽい沖縄でシティ感をなくして、舞浜で撮ったやつもそうやん。橋を入れないでほしいって、なるだけ。そうだね、人工物。人工物はあんまりこう、映んないように、昔本来の沖縄っぽい感じを撮りたい。やっぱでもこの夕日がちょっとこんな綺麗だとは思わなかった。でも一番お気に入りかも、夕日のやつ。俺はこんなの撮ったっけって。失礼しました、本当に。いや、もうそのね、ちょっと今日披露宴終わってね、2次会3次会とちょっとテンション上がったままで、ね、飲みすぎちゃって。そして何よりも天気がすごい良かったね。良かったね、あの日ね。なんかあそこで全部完結しちゃうからね。
ビーチもホテルの敷地内にあるご飯屋さんもいっぱいある。そうだね。以前さ、ゴルフしなかったでしょ。した。ね、したやったよね。してるしてる。確かに。だからファミリーとかはすごいいいと思う。そうだね。結婚式もだからチャペルここであげて、うんうんうん、カートでいろんなとこ移動できるから、宮古島はまあそんなに広くないやん。車で一周するのも時間かかんないから。そうだよね。そこでさ、全部がさ、楽しめるよね。そう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 。だったら隙間時間の1時間とかでビーチに泳ぐんですね、一人で。出たよね。カメ探しに一人で、ずっとカートで帰ってくる。ね、そこね、お散歩も気持ちいいしね。そう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 。シゲラミラージョホテルか。また連れてきてください。わかりました。連れてくるな。うん。せーの、パパグラス、なんだっけ、うん、なんちゃらグラスみたいなやつ。そうそうそう。うん、シギラミラージュホテルね。たまりたいね。でも本当に完結するんで、家族チルは本当にいいと思う。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。最高のウェディングでしたよね。泣いてくれてるかな、みんな。渡辺ウェディングさんでよかったなって思って。いや本当だよね、もう感謝です。もう準備から冒頭でも言いましたけど、うん、まあ延期が続きの、うん、いつできるかなっていう状況だったんですけど、ね、やり取りも本当に頑張ってくださって、そう全部やっていただいて、していただいてね、うん、本当にイメージそのままを再現してくださって本当に良かった。ぜひね、皆さんも参考にしてみてください。ウェディングあげる方はぜひです。バイバイ。またセイナも2回目あげたいって言ってるからね。そうね、私は何回だってあげたいわよ。こんないい年とかできるから。